バイセノウエは、バイエルン州、ホルヒハイム郡に属す、町村で、グレーフェンベルク行政共同体を形成する。バイセノウエは、連邦道、B2 号及び、ニュルンベルク広域交通網の一翼を担う、ローカル鉄道、R21 グレーフェンベルク線の沿線に位置している。見どころは、カルスト地形のリラハの谷がある。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。西側から見たバイセノエの町バイセノエの中心部にあるバロック様式の修道院跡は遠くから見てもそれと知れる。修復された聖母ニファーティウス修道院教会はその45メートルの高さを持つ塔で町から抜きん出ている。この修道院は千変万化する歴史にさらされてきた。その地理上の位置から バイセノウエとその修道院は、750年間ずっと、オーバーアップファルツに属していたが、異国である自由帝国都市ニュルンベルクの領域になった。その上、しばらくすると、オーバーアップファルツから完全に分離されることになった。1692年、現在の修道院教会の建設が始まった。設計は、オーバーフランケンの有名な建築家の家系に連なる。 ボルフガング・ディー・ツェンホーファーが言った。1707年の聖母ニファティウスの日に、バンベルクの補佐シ教ヨハン・ベルナーシュナッツによって、剣道された。南に伸びる翼頭が、かつての修道院胸である。聖翼は、ヨハン・ディー・ツェンホーファー時代の1725から1727年の、建築である。4胸あった、修道院胸のうち2胸は、バイエルンの世俗化の時代に取り壊され、 古い壁の石材が家屋の部材として用いられた。中庭に面した建築は1803年の世俗化以降、修道院内の施設のビール醸造所に使われている。1827年以降は、この醸造権をビンクラー家が占有している。バイセノーへの議会は、市長を含む12議席から構成される。 第一主張は1998年以来、ルドルフ・ブラウン。第二主張は、ハンス出紋章の図柄、金字と赤字に左右に分割。向かって、左は直立した黒い鹿の角で、その上部に、紋章学的にデザイン化された赤いユリの花が描かれている。向かって、右は、二つの花と二つの葉をつけた銀の桜んぼの枝。ありがとうございます。